長年の課題であったキャッチャーにレフトの佐野選手を入れることによって解決したキャッチャー問題。さあこちらがキャッチャー佐野選手でございます。あー、よいしょ、惜しい。なぜキャッチャーに佐野選手を推薦したかと言いますと、やっぱ守備面、元々の守備があんま高くないのでキャッチャーにしても差し支えがないっていうのと、まあ、元々ベイスターズキャッチャーの肩などがあまり高くないので、これは行くかな、どうかな、イディーツゴーン、まあ、元々高くないので盗塁にはあまり影響は元々ないかなっていう感じなので、キャッチャーがもう変えていいということ。うわー、取れない。これ取んのやばいでしょ、普通に。佐野さんだったら抜けてたよ、これ。走ってこられても、はい、どうせさせないで問題ありません。何も問題ありません。はい、どうせさせないので問題ない。さあ、ホームタッチプレイ。あー。これは別に佐野さんが悪いわけじゃないんでね。全然何も問題ない。はいはいはい。惜しい。うわ、マジかー。いや、これ、阪神と当てる方が悪いんですよ、これ。あ、まあ、どうせさせないんでね。さっきやった、ささささささ、いけるいけるいける。マルチ、いや、ああ、ささせ、お、抑止力なってる、抑止力。セカンドスロー、惜しい。オッケー。さあ、バックホーム、できないできない。あれ。あ、やばいよ。ちょっと秋山選手、ホームラン打ったことあるんで。え？そんな、え？試合終了ー。